今回の対応の成果は何だと思いますか？成果、그이번대회의성과는뭐여러가지많이있겠지만은역시가장컸던거는그한일양국간의관계가최악의관계라고들뭐매스컴에서많이얘기를하고있는데그럼에도불구하고그관계는정부간의관계가그렇게나쁜거지실제로민간까지도그렇게아주악화된것은아니다물론일본같은경우에는지금뭐여론도상당히악화되어있지만걱정한것보다는그렇게나쁘지않다라는것에그안도했고또희망을좀갖고있다今日の議論をインターネットで見てる人はね、日韓関係全然悪くないと思ったと思うんですね。つまりこんなこう本気で考える人たちが存在していると。だからそのこれを間違って考えられたら困るわけですね。つまり我々はこの困難のために集まったわけですね。だからその点ではその我々はこのきちっと一般の社会に対してメッセージを出さなきゃいけないと思ってるんですが、もしくはソヘルさんが一般の社会にこの対話を見た人にメッセージを出すとしたらどういうことをメッセージしたいですか？저두가지가있는것같아요하나는지금젊은세대들특히한국에서젊은세대들이일본에대한호감도거꾸로얘기하면호감도대단히높다그것은거꾸로얘기하면반일감정이젊은세대를중심으로해서는상당히약화되고있다라는것은그일본국민이좀알아야될것같다그리고그것은한국의정치지도자들도그런그한국사회의변화를알고인지하고정책을펴나가야될것같다라는생각을합니다그래서그한국사회의변화가지금약이있고또일본사회에서도그젊은세대를중심으로해서변화가있다라는그메시지를하나던지고싶다라는게하나고요또하나는통영님이에요두번째는전문가들논의가많이했습니다만은국제정세를보면은먹구름이몰려오고있다그래서말해서미중간의경쟁이지금굉장히격화되고있고그속에서한국과일본은협력을해서아태지역에혹은인도태평양지역에서의규칙기반질서를마련하는데굉장히중요한역할을해야될거다서로간의한일협력의필요성이어느때보다도중요하다그런점에서그역사문제와관련된것으로한일양국정부가서로얼굴을붉히면서싸우는것은이거는그전체시대의흐름이맞지않는다그런그협력의당위성에대한지적들이있었고그것은상당히중요한메시지다라고생각합니다最後の質問になるんですが、今回の対話ではちょっと私も考えて非常に新しい展開があったんですね。つまり我々は日本の市民社会にこの対話の運命を委ねたわけです。つまりこの対話を私たちはしたいと、あなたたちを応援してくれと言って、その多くの支持でこの対話が今回成功したと。つまりこれは非常に大きなことなんですよ。つまり我々は学者同士とか専門家同士がただ議論してもほとんど意味がないのですよ。それはお互いの勉強にはなりますけどね。つまり社会を変えるために政府側に提案するか、市民が一つの大きな行動をして、その行動が政府、政治に影響力を与えるか、その2つになると思うんですが、私たちはやはり市民の支持を得るべきだと思うんです、この対話は。だから私はこの対話の将来はよりインパクトがある日韓における新しい対話を作るという思いを持ってるんですが、ソヨルさんはどう思ってますか？一緒に私のパートナーなんですが、台湾の未来について。지금일본사회에서의그반한감정이있기때문에일본의시민단체인경영의피로가상당히어려움을겪고있다라는그현실을잘인지하고있고그런점에서이번제10회한일미래대화를성공적으로마칠수있게되어서경영피오에정말축하를드리고경의를표한다라는말씀을드리고싶고
EAI 입장에서는 일본의 시민사회를 위해서 일본의 시민사회를 위해서 우리가 도울 수 있는 것은 당연히 도와야 되고 또 반대로 한국에서 EAI의 시민으로서의 그러니까 시민 레벨에서의 활동에 갱노인 필요가 적극적으로 협력을 해주는 것에 따라서 양 기관 간의 그 협력의 폭을 조금씩 넓혀갔으면 좋겠다라는 생각을 합니다. 아리가토우 고자이마시타. 아리가토우 고자이마시타.